恐怖。大人も子供も怖いものは怖いぜ。今回はそんな怖いものや不思議を見ていくよ。危険度は星で表しているから、くれぐれも高レベルには行くなよ。じゃあ、みんな始めるよ。最初からゴジラっぽいのが来たぜ。ゴジラっていうのは核の落とし子と言われて特撮で作られた怪獣だね。もともとはアメリカのキングコングに対抗して和製キングコングを作りたいという発想から来たらしいよ。他にも、アメリカの原始怪獣にも大きな影響を受けたよ。新世紀エヴァンゲリオンの庵野秀明監督もシリーズに関わっていたことがあるよ。危険度1にしたのは南極に行ける人は少ない事実。氷の大地、南極で目撃されてるよ。見た目は顔は牛、頭のあたりは猿。頭は70から80センチ。背びれはノコギリのイメージ。全身は黒い毛に覆われているよ。見た人たちからはやはりイメージ通り南極のゴジラって呼ばれてるよ。ここまでだと、誰が見たの？幻じゃない？みたいな声が聞こえてきそう。そこで、詳しく調べてきてそれっぽいのがあったよ。1958年日本の南極観測船、宗谷。この船長、航海士、機関長、操舵士たちが目撃していた。カメラを探していたら深い深い海の底へ潜って消えてしまったと残念なお話。南極の領海の中、バートン、アイランドの後ろを航行していた2月13日に起こったよ。バートン、アイランドとはアメリカ沿岸警備隊の砕氷艦。時間は19時頃、白夜の状況で視界良好。白夜は真夜中になっても白明か太陽が沈んでも暗くならないことだよ。明日から自慢できる知識だぜ。このことは松本光司が自称、南極輸送機、に書かれているよ。最初はバートン、アイランドの廃棄したドラム缶と思ったが、よく観察していると、顔が宗谷の方に、目や尖った耳、全体を覆う茶色の毛が判別できたとのこと。一応、補足するとこの人たちはベテランで見間違いをするようなメンバーではなかった。船長はこの事件の後、海上保安庁へ無線ですぐに報告しました。映像記録はないけど、なかなか信用できる話だな。観光に訪れた旅行客等なら、見間違いもあるかもしれないが、経験豊かでワンピースの会員みたいな人たちの証言だからね。次はケサランパサ。それはぬ、べえ。寝ていると部屋に突然来たりするから危険度マックス。夏の夜、虫の声音。寝ている時に現れるよ。古い情報だと江戸時代に目撃情報が。妖怪の一種だと考えられているよ。夏の蚊帳の中で寝ていると蚊帳をすり抜けてくるらしい。足元から現れて少しずつ胸元まで上がってきます。最後は顔の上にまで来て窒息させてきます。窒息する前に、起きて気がつくと黒玉はいなくなるよ。ある時は、夏祭りの夜、鉄棒にぶら下がって遊んでいる人が目撃。話しかけると返事が聞こえたそうです。まさかのおしゃべり？近づくと黒いものは消えてしまったらしいぜ。さらに調査。江戸時代の1799年成城階段6。古い昔の階段書だね。その当時は、黒き丸き者、と書かれていたよ。その時も、寝ている時に出て苦しくなるのは一緒だったみたい。いい子のみんなは今日寝る時は、電気をつけて寝ようね。次はアメリカからクロクシーの登場。アメリカのニューヨーク州にあるスタテンアイランド島、この島に現れるモンスター。クロクシーの外見は、人間の姿をしているよ。武器は鍵爪、たまに斧を持っている。生息場所は、森や誰もいない廃病院。主に廃病院に住んでいて、昼間は現れないよ。夜になると、街にやってきて子供を捕まえお腹を切り裂いて内臓を奪い取り去る。この怪人には実はモデルになった人がいる。ウィローブルック州の学校、別名ウィローブルック精神病院とも呼ばれていました。なぜそんな呼び方をされていたの？それは知的障害のある子供や精神の病を抱えた子が多数隔離されていた場所だったからだね。それだけだったら、そんな噂にもならなかったかもしれないな。しかし、この施設では子供たちに対する人体実験、人が操作して B 型肝炎ウイルスに感染させていました。この実験施設は、人の道に反していることや環境がとても汚かったことで1987年に閉鎖。さらに、この病院で働いていたアンドレ・ランドは子供の誘拐、殺人で捕まっていたよ。クロクシーの話がされるときは必ず、病院とランドが出てくるらしいぜ。ランドは1944年に生まれたときの名前はフランク・ルーシャン。ランドは1969年に9歳の女の子をさらい襲おうとして捕まり、懲役16ヶ月になってしまったぜ。
1972年、やっとシャバに出れた。だけど、懲りず1983年次はなんと子供11人を車に乗せとんずら。ニュージャージー州のニューアーク、リバティ国際空港っていうところまで行ったけど、親の許しをもらっていない子供連れ去りだったので捕まったぜ。今回は逮捕10ヶ月だよ。次は1987年、12歳の少女が行方不明の事件。ランドと一緒に歩いた話が出て、またランド捕まったよ。何回目かね。少女の遺体がウィローブルック州の学校で遺体が埋められていました。ランドはついに誘拐と殺人の罪で25年の刑が決まったぜ。年貢の納め時って感じだね。やっとだな。2004年1981年発生の7歳少女行方不明事件もランドが犯人だと決定して、追加の25年になったよ。現在もランドは刑務所だよ。あと23年くらいで出てくる予定だから92歳くらいかな。お次は羊の木。これもタイトルからして危険度は星一つだよ。どう見ても可愛らしいね。実際に怖いモンスターとまではいかないかもね。地域はヨーロッパ。ダッタン地方にプランタ、タルタリカ、バロメッツの木っていうのがあったよ。枝の先から真っ白な子羊が生えて生まれてくると言われていたぜ。子羊のへそは木に繋がっていて枝の先にぶら下がったまま。なんと、幹をしならせて周りの草を食べたぜ。これをヨーロッパの騎士が発表してヨーロッパ人たちはみんな信じたよ。この騎士、名前はジョン・マンディル旅行記にしっかりと記録されているよ。ヨーロッパではその後、有名な学者たちが土の中では羊が生きていく熱量が足りない。土地的に羊の生存に適しているなど激しい話し合いが行われていたぜ。羊は最初は普通の実。採取して割ると中から肉と血と骨を持つ子羊が取れるけど羊は生きていないよ。ちょっと怖い感じなので熟するまで放置すると。うめえ。規制を上げて生きた羊がさっき話した感じで生まれてくるぜ。この話は中国、日本様々な書物に書かれていて信じている人は多いね。羊は昔、木綿として高級品だったので黄金の木とも言われていたよ。見つけたらラムの肉、ジンギスカンにもできるしウールにもできるしまさに、お金ががっぽりかもね。はい、それでは今回はいろいろな世界の不思議、モンスターたちを紹介したよ。フラット作るランキング、攻略、雑学、モンスター紹介などいろいろやっていますが今回はこの辺で失礼したいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございます。アディオス、アミーゴス、オオカミでした。またね、チャンネル登録、よろしくお願いします。励みになります。感謝します。はい、それでは、こんばんは、今日も。現状神の中の人です。2022年、制作ですね。今回は、モンスター系かな？前回、ちょっと裏話言ったかな？言ってないかな？たまに怖いモンスターおよび怖い場所とかもやっていこうかなと思います。で、また次回は、アニメかゲームランキングかな？この前ちょっと考えてたら全く関係ないけどいつかチョコレートの家に住めたらいいなとちょっと真剣に思ってます。この内容が今回特に痛くてこうやってちょっとすごく長く話したいけどなんかマジ痛くていつもの規制が聞かせられなくてちょっと残念です。こんなに言ってもあれだから3つだよ。3つってある理由3つないでしょ。ないよね、絶対ないよね。3つ、はい、重症です。それではまた次回も、あとコメントでこんなのあるとかこう思うとかあったらどうしようし、みんなで書き込んで